はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズ夢の美咲さん編実況プレイ続きからやっていきたいと思います。で、予定通り調達班から行きたいと思います。と、はい、調達班に行ってみるよ。眠、誰、俺たち挑発、違う、挑発調達班やけどさ、特に話し合うことないんちゃう？要は材料集めるだけやろ？そうなんだよな。ったく、あのアホ院長、段取り悪すぎだろ。俺は、俺らはここに残る意味ねえじゃん。まあまあ、そう言わずに。ほら、例えば、どこのお店で調達するか話しておいた方がいいんじゃない？それこそ、向こうの指示なしにはできへんや。何を買うかさえわからへんのやし。お前アホだな。くそ。今時の子は、なかなか辛辣のことを。どうする、ホウミ。委員長に抗議して先に帰らせてもらう？いや、そんなことしようもんなら、またあのアホと言い争いになって余計面倒になりかねん。俺たちは俺たちで、適当に遊んで時間来るの待とうぜ。せやな。そう言うと二人は席を立つと。ちょっと？俺の声は彼らに届かず、二人は教室を出て行ってしまったと。残されちゃった。まさかの一人ぼっち。中学生に戻ったんだから、周りの少年たちといっぱい話して仲良くなって、ウハウハな学園生活を満喫できるはずなのに、しょっぱなからこれかよ。こんな夢のようなチャンスを水の泡にしてたまるか。ガタ。俺が勢いよく席を立つと、音にびっくりしたみんながこっちを向く。どうしたの、豆よくん。またトイレでしたくなった？若いっていいっすな。違わい。ちょっと、さくやくんとサブローくんを探しに行こうと思って。え？ああ、あいつら、いつの間にかいなくなってる。まったくあの不良ども。もしかして、豆よちゃんぼっちにされちゃったの？あらら、かわいそうに。あのさ、二人が行きそうなところどこか知ってる？サブちゃんなら屋上でのんびり昼寝でもしてるんじゃない？ジャイアンは校庭裏じゃな、校舎裏じゃないかな。あいつ、あそこでよくじゃれ合ってるし。そっか、二人ともありがとう。俺行ってみるよ。行ってらっしゃーい。ってことで、今回は、さて、俺が教室を立てて目立つのは、目指す先はですね、今回は、サブちゃんを攻略していこうかと思います。次は、ね、サックン。ということで、屋上にまず向かいましょう。あ、また矢印、出なくしてた。ごめんなさい。次回は出るようにしておきます。屋上へ行こう！未成年の主張かな。そういや、屋上って閉鎖されてるんじゃ？学生時代を思い出、学生時代の思い出を振り返りながら、屋上へ続くドアノブをひねる。開いてる？今はもう入れるようになったんだ。初めて見る屋上は、いくつかベンチが置いてあるだけの休憩所のような広々とした場所だった。俺が卒業した後に整備されたんだな。お、あそこにいるのは？一番奥のベンチで誰かが横になっているのが目に止まった。ああ、眠れる森の美女ですね。これは、いい眺め。サブローくんだ。俺が近づくとそこには、風に、髪をなびかせながら、気持ちよさそうに眠るサブローの姿があった。本当に猫ちゃんっぽいんですよね。かわいい。その寝顔はなんとも幸せそうで、見ていて思わずにやけてしまう。わかる。もっと見たい。その思いのままに俺は顔を近づける。
かわゆす。俺の気配に気がついたサブローがうっすらと目を開けた後、カッと目を見開く。何しとんねんお前。サブローは起き上がると同時に勢いよく俺を押しのける。おはよう、サブローくん。おはようちゃうわ、なんやねんお前。人が寝てるところに顔しよけ、押し寄せやがって。いやー、サブローくんの寝顔があまりにも可愛かったからつい特に何も思わず素直に感想を述べる。なんなん、自分もあれなん、そっち系なん。はい、そっち系って。言わすなアホ、分かってるくせに。いいか、俺は断固ノーマルやからな。勘違いしてんなよ、俺は女にしか興味ないんや。ボンキュンボンが好きやねん。ああ、なるほど、そういうことか。何も言ってないんだから、そんなに必死こえて弁解しなくてもいいのに。わかったわかったよ、別にそんなつもりで覗いてたわけじゃないんだ。ただその好奇心というか、どんな顔してるのかなって気になっただけ。どんな顔ってなんやそれ。まあええわ、それやったらええやん、それやったらええねん。ああ、ブスだのせいで眠気も覚めてしもうたわ。4時半まで何しよっかな。ごめんね、せっかくの睡眠を妨害して。それにしても、眠ってるのによく俺に気づけたね。ああ、俺そういうのに敏感やねん。ね、しんちゃんに襲われてますからね。気配とか、小さく動くものとか、察知するの超得意。猫ですか。まるで猫だな。だよね、敏感ね、いいことだね。それにしても暇やな、何もすることないや。部活も休みやしな。部活は何してるの。バスケ部、オウミと一緒や。へえ、そうなんだ。バスケユニ姿、これまたいいね。あのね、バスケのさ、あのユニフォームってさ、なんであんなかっこよく、まあサッカーとかもかっこいいんだけど、あのあれ、タンクトップにあの長めのズボンっていう、あのユニフォームほんとかっこよく見えるんだけどね。わかるよね、わかるよね。あれはなかなかの露出度だからな。ノースリーブだから脇方、見放題の脇、ブカブカのハーパンから見そうで見えない太もも、そしてその奥、たまらんね。一度お目にかかりたい。ぜひ咲夜くんと一緒に着てみてほしい。そんなことを考えていると、急に三郎がベンチから立ち上がる。そうや、おいブスだ、いいこと教えたる、ちょっとこっち来てみ。そう言うと三郎は屋上の、奥の方へ進んでいくと、いいこと教えたる。わーお、わーお、中二男子の言葉に思わず妄想が膨らむ。俺が期待して近づくと、サブローはそこから外を見てニヤニヤしている。ん、何を見てるの。ほら、ほら、あっちの方よーく見てみ。そう言って、一点を指さす。その先には三崎学園とは別の学校があった。あそこ三崎女学院。へえ、ちょうどここから見えるんだ。せやねん。でな、タイミングよかったら体育で校庭に集まるプルマ姿の女子の姿が見れんねんで。今時プルマって珍しいよね。だって私小学校の時ブルマだったんですけど、なんかね、小学校の高学年になってからブルマ廃止になってみんな短パンになったんですよ。多分なんかそういうなんかあったんでしょうね、いろいろ。もしかして覗きをするためにここへ。覗きとは失礼な、
健全な中学生男児による疲れた、普段疲れた体に対しての目の保養という歴史とした理由があんねんぞ。そういうのを巷じゃ覗きと言うんだよ。ブルマね。俺は女学院にも目もくれず、サブローを見る。なんだ、教えてくれるってのはこういうことか。あれを見て盛るサブロー君になら興味があるんだけどな。ブルマだってこの子が履いてくれるなら興味あるし。うん、サブロー君のブルマいいね。たまらん、これ口に出してるよ俺。せやろ、やっぱ女子のブルマは最高やんな。どう聞こえていたのか、サブローは無邪気に喜ぶ。おいらもマメオちゃんと同意見だな。サブちゃんのブルマ姿だったら見てみたいな。しんちゃんですね、完全にこれは。え、声のした方声のした方を振り向くと、そこにはしんたろうが立っていたと。お前なんでここにおんねん。しんたろうくんも班の休憩かい。そうだよ、今日は特にすることないし。最近猫のイカくんのモノマネができるようになった。できない。あれ、できてたのにな。えらく警戒されてるな。そうなんすよ、このにゃんこちゃんなかなか懐いてくれなくてね。まあそういうところがまた可愛いんだけどね。 うるさい、お前といるとこっつ調子狂うねん。頼むからあっち行け。釣れないな、俺たちの中で。一つお風呂へ一緒に入り、互いに体を洗い合ったじゃないの。せやな、さすがは戦闘屋の番頭派、テイクが違うで。って、何は言わすんねん、このドアホ。相変わらずノリがいいね。あー、これはね、漫画ですね。戦闘編をぜひ。また行っていく、面白いんですよ。そのノリで、こっちの世界にいらっしゃいな。誰が行くか。俺はノーマルや、女子にしか興味ないねん。ボンキューボンが好きやねん。はいはい、サーブちゃんのそのセリフは聞き飽きたよ。もっとバリエーション増やさないと、芸人の夢は叶わないよ。マジか、俺はまだまだ未熟。けど、ネバーギブアップや。芸人の夢は絶対に諦めへん。世界中の奴らを笑顔で乱してやるんや、芸人としてな。芸人としての間違いでしょ。ああ、せやったせやった。ゲイ人や。世界中、ゲイに、世界中のゲイに俺の魅力を教えてやるんや。って、ちゃうわ、ボケ。パチ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 。拍手を送るな、拍手を。ああ、あかん。俺やっぱ最近おかしいわ。あの日からやな。あれがあったあの日から、俺はなんか違う方向へ進もうとしてしまってるんや。はい。これは、戦闘編の漫画を見ましょう。頭を抱えて、その後からね、ちょっとね、サブちゃんはね、こっちにね、入りかけてるんですよね。頭を抱えてのた落ち回るサブローをよそに、俺は慎太郎に耳打ちをする。慎太郎くん。もしかして、サブロー君をバラの道へ引きずり込もうとしてるの？ごめんと。なになに？マメオちゃんも、そういうノリ、いけちゃうの？まあ、たしなむ程度に。おほう、こりゃまたいい情報を得られた。サブちゃんね、あと一押しでこっちに落ちそうなんだけど、どうも最後の最後で踏ん張って、なかなか来ないんだよ。なんと。なるほど、そういうわけか。ま、あまり強引にやってもよくないし、じわじわと攻めていってるんだけどね。
それはそれでひどいと思うが、置いておこう。ただこれで、どうして三郎がここまで取り乱すのか分かった。なるほど、なるほどな、三郎くん。そうだったんだね。ここは俺が一肌脱ぐことになりそうだな。思春期に憧れを抱いていても、変に臆病になって飛び出せないことはよくある。そんな少年の背中をそっと押してあげるのは、大人としての当然の役目さ。いや、思わず笑みがこぼれる。この先、いろいろと面白いことになりそうだぜ。はあ、もうええわ。暇も潰れたし、俺は先に教室に戻る。やいお前、ブスだに変なこと吹き込むなよ。うんにゃ、あれはオイラたち二人の秘密だかんね。アホ、そういう意味ちゃうわ。もう行くかな、あんま近づくなよ。そう言って三郎は屋上から逃げ帰っていった。慎太郎くん、いい趣味してるね。でしょ。今度は二人でにやりと笑みを浮かべると、俺たちも続いて教室へ戻った。いやー、しんちゃん楽しいよね。教室に戻るとしっかり全員が揃っていた。担任の先生に報告を終えた友と翼が戻ってくる。はい、みんなお疲れ様。今日の美咲祭実行委員のお仕事はこれでおしまいです。そんじゃ帰っていいよ。お疲れ様でした。ふぅ、そんじゃ俺も家に帰ろ。って、俺はどうすりゃいいんだ。いや、落ち着け俺、これは夢だ。決して、現ではないよな。家に帰ってもすんなに受け入れてもらえるよね。そこっとこよろしく頼むよ。ブスだ、何してんの。いや、なんでもない。もしかして、いや、ひょっとしたら。そんな不安を拭いきれぬまま、俺は、軌道に着いた。綺麗な夕日。音がホラーなんだけど。見た感じはそのまんまだ。って言っても、家の外観は今も昔もあんま変わんねえからな。今が俺の中学生時代だって分かってれば、夢だと自信がつくのに。中学生の時にはあったけど、25歳になって、なった時に失っていったものか。あ、そうだ、自転車。隣町への長旅の音も俺の愛車。ちょうど中学生卒業の時に壊れて捨てちゃったんだ。自転車は確か車庫に。ない。ってことは、夢の中の今は現実の今と同じ時代ってことか。こりゃますます不安になってきたぞ。もしかして夢じゃなくて現実。あら、あなた何してるの。ひい、振り返るとそこには俺の愛車に買い物袋を積んで、母の姿があった。お母さん。ああ、植木鉢の下に鍵を置いておくの忘れてたわね。ごめんなさい。マミオちゃん、いつからそこで待ってたの。母さん。母の姿は10年前の中学生時代のままだった。俺は懐かしさと緊張から一気に解放されたことで、思わず中学生の心を思い出し、恥ずかしながら母にすがって泣くのだった。まったくこの子ったら、大げさなんだから。はあ、豆を、来週文化祭があるんだってな。お前のクラスは何をするんだ。夕食の席で父が俺に尋ねた。喫茶店だよ。和風、洋風、中華風、何でもありの喫茶店。和洋折衷ってことね。今時の子は凝ったことをするのね。いやー、結局は
単に話がまとまらなかったから全部混ぜこぜにしようってことになっただけなんだけどね。はっはっは、なるほど。確か母さんは行くんだよな、文化祭。笠崎さんや岸谷さんちの奥さんたちと行こうって約束してるの。いや、俺も仕事がなければ行ってやりたいんだがな。たまには童心に帰って子供たちと楽しみたいよ。あらあら、男はいつまで経っても子供心を忘れないものね。家族揃っての食事なんていつぶりだろう。思えば俺が就職してからはほとんどお袋と二人っきりだった。親父は帰宅時間が合わず、近頃は顔を合わせることすらめったにない。家族団らんは最高の調味料だ。温かい空気の中で食べた母の料理はいつもよりさらに一層美味しかった。はあ。自分の部屋に戻り、ベッドに腰掛ける。この世界に来る前も確か今頃ここで寝ちゃったんだよな。いつからあるんだろうね、あの人形。目を閉じたら夢から覚めるんだろうか。まだこの世界にいたいな。もうちょっとだけ。明日もまたみんなに会えるといいな。サブローくんたちともっと仲良くなって美咲祭を一緒に過ごしたい。そんな気持ちを抱きながら俺は眠りへと落ちていった。